五代目市川三章十月三十一日の九百五十六年二月一日は大正から昭和の中頃にかけての歌舞伎役者。野豪は成田屋。縄文は三章、買え門は行用ボタン。本名は堀越福三郎。仇の銀行員から恋愛結婚で市川宗家に婿養子に入り、やがて宗家としての自覚から三十近くになって、 歌舞伎役者に転校した異色の人物として知られる。五代目とありながら、実際に、この市川三松の名跡を名乗ったのは、この堀越福三郎ただ一人なので、通常は単に市川三松と呼ぶことが多い。また死後に追贈された十代目市川段十郎としても知られる。背名は良さめ。能の功が三郎1882年。 稲信李平の次男として、日本橋の商家に生まれ、慶応義塾に学ぶ。卒業後、日本通商銀行に就職。1901年9代目、市川段十郎の長女実子と恋愛結婚し、市川宗家に、婿養子として入る。2年後の1903年に9代目が死去。9代目には、男児がおらず後継ぎ候補だった。市川新造はすでに死別しており、 後継者不在の事態に陥っていた。市川宗家に入ったという事情もあり、その後、市川一門の猛反対を押し切って29歳にして、役者を志し、髪型や旅芝居で修行。初代、中村元次郎に、弟子入りし、林長平と名乗る。1910年10月、元次郎の公園で、大阪中座、菅原伝授手習い館。 車引きの主張を本名で務め、大歌舞伎の舞台にも立つようになる。1917年11月、東京歌舞伎座において、矢野根の蘇我五郎で五代目、市川三松を襲名した。仮初めにも市川宗家を継ぐものであり、それ相応の重みがある名跡が求められたが、さりとて類代宗伝の由緒ある名跡を庭かじ立ての、素人と役者に襲名させるのももどかしかった。 そこで九代目の例に習って三章を名乗らせることとし、しかも過去にこの三章を配合に用いたことのある四人の男十郎に初代から四代目を振って、当代は五代目ということにした。28歳で銀行員から転職して歌舞伎役者となった経緯から功績が得意で芸も固く、大向こうからは銀行員と掛け声がかかるほどで、 大成はしなかった。本人も、そのことをよくわきまえていたが、市川段十郎不在の市川宗家にあって、その大繋ぎとしての自覚は強く、九代目市教後は、一点、下脱、不和、増員欧霊、脳、七つ、面、蛇竜などの耐えていた歌舞伎十八番を次々に、復活上演。 その反省を意欲的な舞台活動と研究に費やし、市川宗家の価格を守り抜いた。その演目や舞台上の役者としての評価とはまた別に、真面目な勉強家で銀行員として、社会経験も積んできた三章の人間性はよく、なおかつ書が骨董、俳句、音曲、古典など、幅広く深い教養を持つ、当時の歌舞伎界では有数のインテリであり、 歌舞伎の枠を超えて様々な文化人や、政財界人との交友関係を持つ人物でもあり、水人として役者仲間内でも一目置かれる存在であった。三章は、市川宗家の探しにも執念も燃やし、初代、團十郎の先祖について記された、堀越系図を発見することに成功した。また、その白色やつてなども活かして、九代目が築き上げた、 歌舞伎界と生財界とのつながりの維持発展に努め、敗戦直後の厳しい時期にも生財界に後ろ盾となってもらうことで、江戸歌舞伎の伝統を支え守り続ける一翼を担った。舞台の外のこととはいえ、このような形で三章が江戸歌舞伎の世界に残した功績は決して小さなものではなく、戦後、江戸歌舞伎とは、 対照的に、関西歌舞伎が確たる後ろ盾も得られないまま内部、崩壊して、長きにわたる長落に陥ったことを考えれば、なおさらのことである。三章と妻の実施との間には、子供は生まれず1939年11月18日、市川家の縁につながる松本本家から、七代目、松本光志郎の30歳の長男。 春尾が養子として、市川宗家に迎えられた。駒蔵は、翌年の5月東京歌舞伎座の、報祝期限2600年5月工業大歌舞伎で、9代目市川海老蔵を襲名した。裁晩年は結核を患い、神奈川県二宮町で療養した。1956年2月1日死去。73歳没。死後、国別式の場で養子の九代目海老蔵が、 三章の生前の功績を評価して、十代目市川段十郎を追蔵した。三章は二代目市川段十郎の拝命に由来する。この二代目と四代目、五代目、七代目の段十郎は、それぞれ三章を拝命として使ったが、実際にこれを名跡として襲名することはなかった。三章を初めて名跡に使ったのは、後の九代目段十郎だが、 この時は、河原崎三松だった。実際に、市川三松を名跡に使ったのは、後にも先にも五代目三章ただ一人である。この五代目三章が、辞書の中で、洋夫、九代目、團十郎のことを、先代の三章と表している節があることから、河原崎三松をして、四代目、市川三松とする説もあるが、理屈上、四代目、市川三松に当てられているのは、 三章の配合を使った四人目の人物である七代目男十郎である。一般に1882年生とされているが、服部幸を市川男十郎代々に明治13年14年説もあるとあり、西山松之助市川男十郎では1910年に三章を襲名した裁判30歳とある。男十郎と、 エビゾーエミヤタカユキ学研新書2011年、ありがとうございます。